皆さんありがとうございました。また引き続き応援をよろしくお願いします。
本田さん、ラベンダーさん、いろんなパートナーさんの支えもありまして、今日このシーズンを終わることができました。私たちのシーズンは終わりましたが、実はまだ来週末には、ついに日本的に、国立競争の敵で、時期の再戦もございます。その翌週には、愛知岐阜で、WBC の世界選手権、レジャーカードが開催されます。さらには、月末には、スーパー対決シーズン再戦の本でございます。まだまだ皆様のモータースポーツシーズンは続きますので、頑張ってお越しください。我々も今年の12月から来年の新しい公式テストを開始します。今日ここにいる皆さんは、チェックは多くないと同時にですね、すでに来年に向けた準備を進めております。もっと長く頑張っております。そういった準備をしっかり進めながら来年に向けたいと思います。2023年は、スーパーフォーミュラの前身代表数、全日本大会選手権が1973年に参加していた50周年目の記念の年です。我々は先輩たちが築き上げた50年の歴史を見上げながら、新しい50年に向けて様々な取り組みを進めております。ただ、その取り組みの全てのゴールが、モータースポーツファンの拡大です。ここにいただく皆さんのように、多くの方にこの場所にお越しいただきまして、この音だとか、匂いだとか、この感動をですね、共有する、なんか素材やエンジンとかをぜひ作っていきたいと思っております。そんな私たちの思いをですね、心を込めまして、喉を込めまして、最後、大変な作として、我々のプレゼントを入れて締めたいと思います。皆さん、また最後に会いましょう。